今から山寺階段こちら登ります。階段が何段でしたっけ。階段1015段あるらしいです。結構これ急です。行ってきます。というわけで3年前に日本遺産登録だった。すごい。もうこれ緊急言葉もあるけど、途中から無口になる。でも当時の皇太子のためにこれを作ったんですよね。この階段があったから、はい、今有名なのよ。あと最近ね、猿とかもしか、はい、これが出てやばいんですよ。お猿さん、こちらはあれですか、あの熊ってのは出てこない。熊なの、毎日新聞に。あ、なんでした。あそこに獣道あるんですよ、黒いお家のとこに。あそこに私近くまで来るんだ、やっぱり。あれもう、全部ダメ。この辺の 作物全部猿のために作ってるの。食べようかなって言うことがなくなっちゃう。すごいね。帰りでもいいから。この奥に不滅の方法があるんです。160年と思って。この座が一回焼き打ちやってるんですよね、織田信長。あ、そうなんですか。で、本座の比叡山が一回焼けて、はい、再建する間、この火を持ってってるんですよ。へぇ。方法が2つあって。これは寺の守り神ですね。あ、昔はほら神仏混合で神社とお寺ってあったんですけど、うん、今どっちか一つになっているんですよ。あ、はいはいはい。お寺がなくなったら神社が残る。ここは両方ですよ、ね、お寺の守り神です、ね。もうあらゆるところでご法要してるんだけど、なかなか収穫しないという。そうですね。私流行りなんですよ、この水みくじという。これが結構インスタとか。水みくじ。お水入れると字が出てくる。へえー、面白い。ベーシーね。はい。ずーっと階段かと思う。いや、あの上の方は結構階段よ。最後。うん、最後のね、アドバンドはね、ずっと書いた。俺、よくあの、面白いマスキー来てたのよ。マジでやん。もう。あの、家で、家で。今日はなしに出よう。結構ね、いい運動になりました。極端にバカみたいにこんなんないじゃん。そうですね、途中に平坦な道もあったりするから、あ、ここおすすめですね。
けど。これってこういう系じゃないのかね。違うのか。どうなんですか。肩の線香かな。